ニッキー・ニル・スビリー・ニール・センは、デンマーク・コペンハーゲン出身のサッカー選手。ポジションは FW。世代別デンマーク代表で計40試合以上に出場している。2011年には U-21 デンマーク代表として、母国開催の U-21 ユーロ2011に出場し、同世代別代表では21試合15得点の記録を残した。 ダニエル・バスワイトコである。BK フレム・スーペル・リーガの BK、フレムの下部組織出身であり、2005年夏にトップチームに昇格し、7月31日の BK、フレマズ・アマー戦でデビューした。10月には、フレムと2年契約を結び、11月には、イングランド・プレミアリーグのニューカッスル・ユナイテッド、FC とポーツマス FC のトライアルに参加した。フレムでは、 スタメンの座を守れなかったが、2006年8月までに、計38試合に出場して4得点した。レッチーナカルチョ2006年9月、ワルテルマッツァーリ監督率いるイタリアセリエ A のレッチーナカルチョに移籍した。11月8日のコッパイタリアの試合でデビューし、11月19日にセリエ A デビューを飾ったが、2006から07シーズンのリーグ戦では7試合に出場して、 無得点に終わった。トップチームのみならずユースチームでもプレーし、2007年のカンピオナートナチオナーレプリマベーラでは、AC ミランプリマベーラとの2試合で2得点を挙げて、上位進出に貢献した。トップチームの監督に、マッシモフィッカ電機監督が就任すると、ビリーのスタメン維持は困難になり、セリエ C1 の AC マルティーナと AS ルッケーゼ、リベルタス1905にレンタル移籍した。 どちらのクラブも、ビリーの在籍時に破産宣告し、代理人によるとビリーは、給料未払いの状態にあったという。2008年8月、ビリーは契約満了前に契約破棄を行うために、賃金を受け取る権利を放棄することを認めた。なお、ルッケーゼに所属していた5月には主審を小づいた角で、レッドカードを提示され、8試合の出場停止処分を受けていた。 FC のアシェラン2008年8月にデンマークに戻りスーペルリーガの FC のアシェランの練習に参加した。9月18日デンマークサッカー協会はビリーのキャリアの再起を考慮しいかなるクラブとも契約していない状態でも2008から09シーズン第9節終了時に8試合の出場停止処分が満了するとする裁定を下し10月 早々から試合への出場が可能となった。9月25日に FC のアシェランと契約を結び、10月にデビューを飾った。2008から09シーズンはマルティン・ベアンブルグの控えとして10試合に出場した。2009年末にベアンブルグ外籍すると、ビリーは2009から10シーズンに飛躍的な成長を遂げ、 33試合中32試合に出場して8得点を挙げた。同シーズンのデンマークカップでは優勝を果たした。ビジャレアル CF2010 年夏にリーガーエスパニョーラのビジャレアル CF に移籍し、リザーブチームであるビジャレアル CFB に登録された。2011年2月5日のレバンテユーリー戦でトップチームデビューした。2011から十二シーズンは、 西軍ダリビシオンのエルチェ CEF にレンタル移籍し、37試合に出場して11得点を挙げた。2012年夏には、ラージョ・バジェカーノにレンタル移籍したが、2012から13、シーズン前半戦は9試合出場無得点に終わった。ローゼン・ボリビー系2013年1月3日、ノルウェーのローゼン・ボリビー系と4年契約を交わして、完全移籍した。 エビアンとノン、ガイアール FC2014 年7月14日、リーグアンのエビアンとノン、ガイアール FC に3年契約で加入。同クラブに所属する、いとこのダニエル・バスに相談し、移籍を決断した。エスビアンウェフ B2014 から15シーズンの結果エビアンの降格が決定し、エスビアンウェフ B と3年契約を結び母国に復帰した。 レフポズナン2016年1月26日、エクストラクラサのレフポズナンに60万ユーロの移籍金で加入した。パニオニオス FC2018 年1月30日、ギリシャのパニオニオス FC に移籍した。世代別デンマーク代表2005年9月、初めて世代別代表に選出されて u 18、デンマーク代表デビューし、2006年2月までに4試合に、 出場した。2006年8月のミルクカップでは、負傷のニクラス・ペデルセンに代わって U-20 デンマーク代表に招集され、大会期間中に2試合に出場して1得点を上げた。2006年9月から2007年6月にかけて U-19 デンマーク代表として9試合に出場して3得点した。2007年のミルクカップでは、再び U-20 代表に招集され、3試合で1得点を挙げた。マルティーナへのレンタル移籍後、負傷のボーストルムに代わって、U-21 デンマーク代表に初招集され、2007年9月にデビューした。FC のアシェラン移籍後は、U-21 代表に招集されることがなく、2008年11月には、U-20 代表として、 最後となる6試合目の出場を飾った。2009年1月に再び U-21 代表に招集され、自身の地位を確立した。2010年5月、同年代の新前大会であるトゥーロン国際大会に出場し、4試合で5得点を挙げて、得点王に輝くとともに、デンマークを準優勝に導いた。デンマーク代表二千十三年八月十四日の、 ポーランドとの親善試合で A 代表デビュー。同年10月15日のワールドカップ予選、マルタ戦で代表初得点を挙げた。ありがとうございます。